はい、統一地方選挙の前半戦がスタートしましたが改めて無投票で当選が決まった選挙区についてここで見ていきましょうまず愛知県議選です55の選挙区のうち24の選挙区で無投票となりました定数で見ますと102人中3割強に当たります35人が無投票で当選を決めています 4年前の前回はですね26選挙区で41人でしたので、まあ、少し無投票の割合少しだけ減っています続いて岐阜県議選見ていきます、はい、26の選挙区のうち17の選挙区で無投票そして定数46人のうち4割強の19人の当選が無投票で決まっています前回は16の選挙区で22人でしたので、まあ、無投票の選挙区は一つ増えたものの 人数に関しては、三人だけ減っているという形ですね。うん、そして、三重県議選です。はい、十五選挙区のうち、七つの選挙区で無投票、そして四十八人の定数のうち、三割の十四人が無投票で当選を決めています。四年前の前回は、十七の選挙区のうち、五選挙区、五十一人のうち、これ十三人でしたので、まあ、無投票の割合というのは、ですね。三重県議選、いずれも増えています。うん、で、三県の合計を見ていきますと。 はいこちらです96選挙区中、半数の48選挙区が無投票で定数に直すとおよそ3分の1の68人が当選を決めました一方、名古屋市議選挙に関しては今回、無投票はなく16すべての選挙区で選挙戦となっています。 半数が無投票でもう当選が決まるとうそうですねちょっと異常な事態なような気がするんですけど3県でその半分がですね、はい、無投票ということになると、ええ、あのその地域のその選挙区の方々ってのは県議制に関してはもう投票所に行かないわけですよねそうですよねつまり投票権があってもですね、はい、もう行使しないで済んでしまうそういうことですよねあの選挙制度というのを言うまでもなくですね、はい 言論の自由と選挙制度っていうのはこの二つだけの柱で民主主義って成り立ってるわけですよね。でその一方がですね別に選挙はないわけじゃありませんけど投票行動がないってことになるとですね、はい、やっぱり選択肢はないわけですよね。はい、それだけちょっとやっぱりあの私はあのいやこうやって当選しちゃいましたと、はい、もちろんそれはあの託されてるんでしょうけどこういう状態がずっと続いていく。 成り手もなければです、ねうん、こちら側も選ぶこともできないというのは、はい、根本的なところでやっぱりあの民主主義のです、ねはい、危機が訪れてるんじゃないか、はい、こんな形で,です、ね、私たちはやってると民主主義を支えていけなくなるんじゃないかという危惧を持ちますね渡、はい、谷さんおっしゃっているなり手がないというところもやっぱり問題なんでしょうね,ですねもう少しなんかこう出やすい環境というのは半数が無投票となっています。